今回はこの問題1分でやっつけたいと思います。概要欄に貼ってありますけどね、対戦比っていう考え方があります。それ使うとですね、ある頂点から見た反対側の数字が分かっているときは全部の比が瞬殺で出ます。例えば今回の場合には5、3という比率がそのままこっちで5対3になる。で、2が揃っている時っていうのは2で5たす3で8って比になるわけよ。そしたらこのベクトルを求めてあげて10分の8倍にしたものが OP なんだわ。だから今回はベクトル OP は10分の8倍の8分の 3OA たす5OB となってくるんで、はい、これ約分でパシパシと消してあげて、10分の 3OA たす2分の 1OB という形で書けました。ね、概要欄見といてね。イエイ。